人権のね、うん、決定、うん、みんなこの前まだ10万下ろしたのないわ。どんどん金ない。もういくらつかも30万なくなるぜ。どんだけ金使うの。もう旅で30万なくなろうとしてる。旅館代とかなんかな。いいご飯、いや昨日とかコンビニっすよ。コンビニっすよ昨日夜飯。都市にいらっしゃい。いや結構金かかってるよ。食いすぎ。いやコンビニとかだよ。コンビニで一食2000円とかだよ。ナイスアレアンス、ナイスアレアンス。まあスイートとか8倍や。そんな稼いでないっすよ。やめてください。おつぱる。今日のニュース何だった？ちょっとまとめてください。今日のニュース養分だろどうせ。うん、金ちゃんからナイス。ああ抱きつくね。ファンサービスの件ね。はい、あとは、まあ、眉が自転車乗ったやつ。あ、知らなくて乗ったってやつね。ジャスミネバイク事故大丈夫なの？ジャスミネちゃん、まあ、予算復活。でも結構豊富だねネタが。ゼリー本格的に操作される。くるちゃん不倫？くるちゃんまた不倫？どういうこと？誰と誰と不倫なの？やばいな。キスした？ヒノピーが既婚者でキスをしたんだ。やばいな。仙台の人既婚者だったんだ。でバハリンが始めた。やっぱ人の話は楽しいな。ね。そのあーだこうだが。右乳がハゲた。あ、楽しんごとバハリンが始めた。ちなみに楽しんごさん前もやってたからね。ちなみに今回初めてじゃないからね。バイからナイスありがとうございます。ゼロワンの東旅、いよいよ今日静岡から愛知県入ります。はい、ついに愛知県入ります。ありがとうございます。こういうのをちゃんと宣伝してよ。悪いことばっかりじゃなくて。ちなみに養分の山頂の暴露はその話じゃないよ、うん、いよいよ愛知県だよ。11日目にしてね、うん、長かったよ。あ、ゼロワンと歌舞伎町でダンス対決。あのヒノピー？したな。あれ既婚者だったんだ。深夜町の元ダンサーのか。
それでキスしたんだ、既婚者なのに。なんかちらっと見たな、仙台のストーカー党とかいう配信だっけ。じゃあ僕から今日のゼロワンニュースありますよ。一つ気になったのがありました、紹介します。イベント参加閲覧5人、これ誰か知ってますか。閲覧3人、閲覧5人、はい、でこの人トラック運転手なんだよ。なんとこの人マンスリー3位です。でも本当ふわっちは夢があるなと思いました。店員か、うん、閲覧5人から10人でトラック運転手で、配信内容は車載ね、うん、それで今月マンスリー3位、うん、で夢があるんで中井さんも頑張ってね。普通に閲覧あるやつら、閲覧ある配信者よりも稼いでるんだよ、仕事配信で。地投げはないでしょ。諦めずにね、頑張ってください。マンスリー300、うん、その大体半分、4割ぐらいだね。もう普通トラックやめちゃうけどね、バカらしくて。普通はやめちゃうけどね、うん、閲覧全てじゃないよ。だから閲覧 5,6 人でも大事にして、その巡り合わせがあればな、金稼げるってことだよ。閲覧じゃねえから、フラッチ、閲覧だけあってアイテム飛ばないのバカらしくなるぜ、本当に、うん、普通はやめないだろう。いや俺ならやめちゃうね、フラッチで100万ぐらい稼げたら。ちょっと偏見ではないんですけど、例えば大学卒業してそれなりの企業なら辞めないかもしれないけど、まあそういういつでも復活できるトラック運転手とかね、まあ現場仕事、工場関係とかいう仕事だったら俺辞めちゃう。俺も現場上がりだから俺辞めちゃう。だってね、変にね閲覧ありすぎてあんまりねコメント流れまくってもやっぱアイテム投げる雰囲気じゃないもんね、うん、変に多少さ全部緩やかな方が投げやすくない、うん、炎上してわーってなってる時ってやっぱアイテム投げてもそんな相手してもらえないっていうか、普通にまったりしてる時の方がさ、アイテム投げても反応してもらえるし、楽しいじゃん。うん。そうでしょう。もっと気合い入れろ。はい、すいません。思ったもん。でも俺の枠はね、こう見えてね、のんびりまったりしてるんだよ。投げやすいんだよ。うん。わかる？特にこのトータビは、非常に投げやすい枠になってるよ。うん。
なんでよかったらね、アイテム投げてもらえたら、はい、投げやすい枠なんでね。そうそう、流れ止めるもないから、人にまったり喋ってるだけだし。ナイス、推しにありがとうございます。言うなら俺の枠もコメント過疎だからね、うん、コメントがね結構のんびりしてるよ、うちの枠は、うん、まあ NG ワードが多いからだろうね、うん、米過疎、もう過疎も NG ワードなってるから聞いちゃうから、うん、NG ワードがやっぱ多いからかもしれん。投げやすいです、頑張ってください。あ、ありがとうございます。もうさっきもかそっててちょっと聞いちゃうんでやめてください。もうお昼は仕方ないんでね、うん、まあ偏見ではちょっとないですけど、まあ僕ならやめるっていう話です。ナイスも頑張ってます、はい。でまあ過疎とオワコンは深夜中にした方がいいよって言われた、うん、だからしてる。これぐらいがいい。1300あります、あります。無料とかで喜んでくれたら嬉しくてつい投げちゃう。ああね、あるあるだね。カッパ脱ごうかな。これ即作戦じゃない、急に増えなくなった。今までは昼までに3000ナイスとか言ってた。1時ぐらいで3000ぐらいあった時あったよね。今日もちゃんと歩いてるんだけどね、休憩減らして、うん、まあもう仕方ないんで、うん、でも今日も8時からやってるからね、飯配信からとか寝たけど、ゼロワン T シャツ着て出かける。まあ、他のリスナーもあるだろうね、うん、もう諦めたんでしょ、うん、優しい時は、まあ、あとも自分の戦いなんで、昨日3200ぐらいいったでしょ、今日も昨日の記録超えれるように頑張って歩きます。ナイス、ありがとうございます。で今日は愛知県入って喜びを分かち合いたい。カッパ脱ぐわ、もうこまめに脱いだり着たりするね。今日はちょっと天気が不安定なんでカッパ脱ぎます。今日はめちゃくちゃ痩せてる感覚がある。サウナ状態で汗がダーダーで、これ夜まで歩いたらめちゃくちゃビールうまそう。
もう少し、いえいえすいません、無理言っちゃって、無理言っちゃいました、申し訳ないっす、すいません。浜名湖の、いや浜名湖も通り越した、いやモンチってゼロリスっていうか、もともとなんか離れたりたまに来たりとかいう感じだもん。わかんない、あれガチ恋だからね、あれモンチちゃん。彼女いない、いなくなると戻ってきて好き好き始まって、うん、彼女できるとも離れてくっていう、それを何回も繰り返してる感じよ。ふわっちとかゼロリスでもいるんだよ、そういうで結構いるんだよ。で前と別れたら戻ってくるよ。で誰か彼女できるとその期間だけ養分とこ行ったりとかね、養分とこ行って一緒に悪口言って、で彼女別れるとまた戻ってくるって、今離れてる人はどっかの枠行ったんじゃない、政治とかね、養分とか、まあ、こっちだし、いや男として見てるのかっつうか、常になんかちらつくじゃん影が、影がちらつくのも嫌だよね。その気持ちわからんでもないよ。何かにつけて今だったらちょっと眉がちらつくじゃん、そういうのあるよね。わかる、いや相手によらんよ。だから影をちらつかせない方がいいんだよ、だから眉と付き合ってればいいけど、あんまり会社に出さないとかね、プライベートで遊ぶようにした方がいいんですよ。ずっと一緒にいてもね、ゼロマイ配信はもうたまにぐらいにしないと、雨やりすぎても、裏で付き合うのはこれないわ、どうせバレるし、もう次嘘ついたらドカナメちゃんにアカウント消すって言われてるし、もうリーチかかってるから、もうそういう嘘つけないよ、前は面白いけどね普通に、ムカついても笑っちゃうぐらい面白いんだけどな、あいつ。もうちょっとうまくできるのにもったいないなと思う。配信もうまくやれるんだけど、もったいないね。叩かれないようにもできるんだよ。今バカじゃないから。
できてないからもうちょっと上手にちょっと教えるよ、うん、やり方があるから、うん、どうか覚えてないから昨日のことに。まいちゃん大好きありがとう、病院のベッドから見ています。大丈夫ですか？いやすごいってほどじゃないけど、まあそれなりに。お酒はいいと思う。だって前言う酒飲んでる時楽しいから。でもさすがに飲酒運転はダメでしょ。うん、あれも言い訳できない。あれダメだよ。あれはそれがなければまだいいじゃん。一回配信切らして電話してたんだよ。でもまだ配信やりたいって言うから、ああと思って、まあいいやと思って、それで寝たんだよ。うん、夜中に騒ぐのもダメだけど、ふわっちっていうのはイベント配信になるとみんな夜中騒いでるよ、酒飲んで、うん、目立つからね、結構言われてるけど、うん、普通に歌いまくってるよ、うん、歌は歌うくらい歌、うん、歌いまくってるよ。配信したら常識なんてね、ないですよ、うん、皆さんみたいにね、時間考えて、ああもう10時か、静かにしなきゃとかないですよ。残念ながら、すいません。家だけじゃないですよ、外でも騒がしくしたりね、そんな連中ばっかりです。もう期待しないでください。はい、うん、絶対近所にね、嫌だよね、うん、携帯がないわ。俺携帯どこやった？携帯忘れた？さっきどこで休憩した？これきついな。携帯どこあった？あった。ちょっと慌ててる。今日はマジで歩こう。今日30キロ歩かなきゃいけないから、今日結構気合入ってて、もうあと3日間だから死ぬ気でやろうと思ってるから。なくした芸じゃないんだ、本当になくしてんだわ。金属バット、死んじゃうじゃん。一軒家借りろや。ああ、ちょっと重大発表あります。まあちょっとやめとくわ、まだ、うん、何されやん。ここどこ？ここは山らへんだから、ここの山を越えて愛知県、ここの山、この辺、これ越えなか。
もう愛知県行くぞ。ついに旅で何か見つかった。それは見つかるよ。自分の弱さ、甘さ、すごい勉強になりますよ。で、改めて配信の難しさ、配信も難しいしね。やっぱ一人で配信やるのもやっぱ難しいし大変ですよ。別にね、どのネタにも首突っ込んでないしね、この期間。まあ臨場もせずやるっていうのも難しいですよ。たまにマリオとか来てさ、ああやってやってる時は楽しいかな、やっぱ。うん、一人の時よりモンチとかね。うん、やっぱ誰かと配信してるのが楽しい。ナイスをしてよ。ありがとうございます。マリオもまだ歩いてるの。こういうのが先ついちゃうんじゃない？あの人、神奈川まで何やってるの？ゼロ円ね。頑張ってるんだ。応援してあげて。結構アイテム飛んでる？いつも休んでる？今日って何曜日？土曜日か。土曜日はみんな忙しいのかな。ねえ。あいつらにありがとう。マリオにアイテム。たまに50発ぐらい飛んでるんだよね。50発ぐらい。4キロワープしたって。嘘。カラオケとか借金返せるといいな。ワープなんだ。意味ないじゃん、ワープしてたら。ナイスした。あれはスリルさん、すいません。メロガンが自分で。ああ、すいません。ああ、オッチさん。オッチさん、すいません。スポンジできました？オッチさん。助かります。これぐらいの幅でいいですか？ああ、ちょっと合わせてみます。すいません。あと、もしやったら、ジップロックこれ雨に。ああ、すいません。はい。もしダメだったら修正する。あ、スポリス。いいですね。つまんす。つまんで。ここ、充電。ここ、あ、充電させたいですね。肩今あります。指で開けようかな。指でいきますわ。いいです。指で。大丈夫です。いいですか？はい。じゃあ、頑張ってください。すいません。助かりました。はい、ありがとうございます。おちさん。いい感じ。キモってそんなこと考えてお前らキモやな。そういう風に見えるっていうのが変態なんだ。なんで俺がキモいんだよ。穴開けてるだけじゃないか。よし、完璧だわ。これ大雨降ってもいける。ありがとうございます。助かります。あ、お金ちょっと渡すの忘れた。なんて優しいんだ。ステッカー、うん、オッチさん。しかもオッチさんってすごい理科あるよね。彼女が推しだから行かせましたとかってめっちゃいい男だね。嫉妬しないのかな。うん、いや俺がね、彼女がいて、彼女がずっと
とある男配信者ずっと見てたら俺ブチ切れるよ。もう別れるよそんな女。自信があるのかな。ありえねえわんなもん。家にいてさずっとイヤホンつけてね他の男の配信聞いてたら何こいつってキモってなるよ。やっぱ結婚怖いね。うん、結婚して嫁が40、50になってちょっと目覚めてさ男に張り付いてたら俺無理だわそんな女。旦那怒られない？みんな怒られないの？無理だな俺。私横で普通に見てる。言われない？怒られる？怒られるとあもう邪魔だな、ねえパチンコでも行ってきたらとか言って言うんでしょ、うん、これでやっとパルちゃんの配信見れるとか言って一緒に見てるの？俺もそんな俺も嫉妬するわ無理だよ。で笑ってたりするんでしょクスクスとか言って。笑ったりしてると余計ムカつくわ。そういう目で見てないとかクスクスと。よく知ってる。俺はね一番初めの結婚の時にあのハローヒーローっていうゲームハマっちゃって、あの韓国のゲームなんだけどもうずーっとやってたらマジで怒られてた。携帯ばっかりで子供と遊んでよとか、うん、ずーっと言われてたわ、うん、ずーっと携帯触ってたわ。1400あります言われてたね。別に怒らない。でも俺の徒歩旅も1日10時間とか見てる人家のことやってるのかなと思うよ。やってるのちゃんとね。俺はめちゃくちゃありがたいんだよね。ずっと寝ずに見てくれるの嬉しいんだけどありがたいんだけどちゃんとやってるのかなって やりながら、あ見てんのか。彼氏ゼロワンのラップ、あそう、うん、やっぱ彼氏彼女がいるとか旦那がいる嫁がいるっていうリスナーをやっぱ取り込んでいかないと。一応俺も今彼女がいるぜだから、うん、そういうリスナーさん大事にしていかないとね、うん、俺彼氏彼女とか結婚してないとちょっとやっぱカップル配信とかやっぱ嫉妬しちゃうかな。俺の彼女前好き、あそう料理してる、うん、いやフリーの人ももちろん必要なんだけど、うん、まあうまくいってる人たちにいろいろ教えてもらったりした方がいいよね。うん、2人で2人よ。ありがとうございます。カフェあるって下ネタすいません。俺様は3000人の女と通話して300人の女とコラボしてきてる。光るゴミを探してる。もぐもぐもぐらかな。潜ってない出てこいよ。挨拶は01。
スーツ通過かな。7592人、枠に入ってはすぐ抜ける通過勢。ゆかいらっしゃい。スーツ通報かな。何かあればすぐ通報、番になれと。いつもねアンチマウンチ感謝でございます。俺さんはもうすぐ愛知県に着く。そしてゴールは親父の墓。一回り大きくなって親父に会いに行くんだ。よかったら応援してくれ。頑張ってね。ありがとう。これは何？湖？雨強くなってきた。女を探し配信をしてたんだけど、どうやら運命の人に出会ったみたい。もうゴミ拾いはやめて次のステージ、結婚編に向かいたい。応援お願いします。3度目の結婚。来年の7月14日まで続いてたら籍入れます、誕生日に。1年様子見ます。来年まで。1年あるんで頑張ってね。ナイスポチ、ありがとうございます。まーちゃん、それは30っていい年でしょ。そんなの1年もいただいたら結婚してやらないとかわいそうでしょ。大事な時期どうすんの。信じてついてきてくれたのにそんな裏切って、うるせえね。水子には供養、うん、してるよ。してるよってか一回したよ、神社行って。分からんけど、あいつが酔っ払ってる時じゃない、もしするなら。神社でお金払ったらしてくれるよ、予約して。神社じゃないな、どこですんの。あ、お寺だ、間違えた。お寺、お墓じゃないでしょ。いや、水寺有名。本当に行ったよ俺。行ってあのなんかもらってきたの見してるし、配信お雪渡してないよ、再婚してんのに。眠い秀がいるわけないぞ。払わなくていいよ、再婚してんだから。
結婚しても別別です。再婚前から払ってるから住所が名前が変わったことに気づいたんですよ。この日で自爆で言ってた？どういうこと？俺が来るって叫んでる時に来るの家にいたの？謎なんだけど。電話で言ってたけど遅れることあったけどまとめて払ってた。マジで知らん。デミヒデが出るな出るなって言ってたんだ。止めてたんだ来るを。子供に会わせてもらえない、連絡も返ってこない。完全に旦那に止められたね。心配なんだけどな。たまには電話したいんだけどな。もともと読めて。再婚してるからね、心配なんだよ。特に上の娘が。どっちに？俺似てる、二人とも。俺そっくり。下の坊主はデライケメン。超でかい、でかいよ、上の娘。幼稚園の頃常に一番後ろ。男の子より大きい。完全に俺の遺伝。しかも飯もめちゃくちゃ食う。かわいいんだよ、飯いっぱい食うから。170は絶対いくだろうね。下手したら180センチぐらいいくんじゃない？うん。バレー選手や。180いって。うん、下のチビはちっちゃい。もともと4年、145センチ。あ、痛いよ。そりゃそうでしょ。あ、痛いよ。もともと4年には別に会いたくないけど。会いたいよ、ね、会いに来たら100万ずつお小遣いあげる。やる。もう赤の他人なんだよ。ひどいことする、ひどいコメントするね。血はつながってるんだよ、赤の他人って。ああ、創価学会ね。モンジョレって創価学会？うん、ちなみに。俺みたいなクズでも一応父親だったんだ。そう？でもモンジョレの家行ってもゴンゾン様ないよね。何、あの人創価学会入ってるだけで